こんにちは。さて、国沢光弘、ツーストロークエンジン、指導下手だという噂が出ているので、きちっとやり方を説明したいと思います。まずですね、昔のあのキャブレターの車は、最初のこう燃料のですね、まあ調整が結構難しいです。で、まずは最初にやることは、チョークを引きます。これチョークですね。チョークレバーを引きます。この時期だと、まあ、いっぱい引いて、ニュートラルを確認。でですね、スロットル結構微妙なんですけど、これ気温によって違います。今日は今25度ぐらいあるので、あまりあのアクセル開けなくてもいいと思います。で、エンジンかかったら、初爆が来たら、すぐにスロットルで探ります。で、もし回転数が上がっていくようだったら、スロットルはもう開けないで、チョークをじわじわ戻しに行きます。冬場で、冷たい時はチョークを引きながらアクセルを開けてですね、あのエンジンの突きを見るというふうにやるのが正しい手順です。ということでやってみましょう。まずチョーク引きました。で、スロットルちょっと足乗せておきます。クラッチはまあ踏んで、ここでセルモーター回します。初爆が来たらすぐに、まあ、スロットルを開けるのか、それとも戻すのか、そこはですね、もうこれはもう勘です。そこは下手だと言われると下手。だけど、あの、見ててください。簡単にかかりますよ、きっと。いきます。わっ、止まった。これは今どういう感じかっていうと、まあ、わかんないですね。もうちょっとやってみます。あ、芝生が来た。ここでスロットルをちょっとかぶり気味なので今チョーク戻しましたね。この気温だとチョーク戻してもエンジンかかります。まあ、初爆を探るのが問題ですよね。さあ、じゃあ乗ってみましょう。今日エンジン結構あの燃料濃いので最初から調子いいです。ギアを1、一速の位置はバックですので、この車、手前が1です。で、1はシンクロがついてないので、走行中に入れることはできません。なので、走り出してからはもう必ず2に入れるようにします。で、シフト結構弱いので、まあ、何度も乗ることがあれば分かると思いますけど、あの指できれば2本、まあ、1本でいいと思います。1本のちょっときついという人がいるので、まあ、2本、指2本でシフトするようにしてください。これ、どのギアも一緒です。もうがっちりやっちゃダメです。入んなかったら諦める。でも足出しましょう。で、計測トルク結構あります。もうスクーターと同じなのでそんなに気難しいエンジンではないんですね。で、回転数もきっちり合わせてシフトしましょう。いきます。スタートします。はい、2速切れます。ね、エンジン結構軽快です。3速。